しほです。今日はね、本当に素敵な方をご紹介したいと思います。小田和江さんです。小田和江と申します。小田さんはじゃあ自己紹介の方ちょっとお願いできますかね。どこから自己紹介しましょう。年齢が年齢なものなので、大学ぐらいからでいいですかね。はい。で、東京都足立区で生まれて、最初学部や天理大学の体育学部体育学科です。でしばらく東京スイミングセンターに2年ほど、スイミングのコーチをして、その後体育の教師をしておりました。で、ちょっと体を壊して、全国一斉図書館、平成5年になった時に図書館誌を取りまして、6年ほど図書館誌をして、全然違う分野で仕事をしてました。でしばらく公務員して、
簡単に言ったらずっと水泳をしていたので、今回の挑戦もそれにこう自分の夢を追うことによって何か、なんていうんですかね、やり残したことをやりたいと思ってちょっと挑戦しようかなと思いました。高校生の時にモントールイオールのオリンピックの選手の候補になったんですけれども、たまたまその宇田さんってすごく身長がね150センチという体格で 0.0 コンマの秒ぐらいのところが足らずに、もうちょっと身長があったら本当にモントリオールのオリンピックに行けてた方なんですよ。それでそのことがあったので今回のそのすごい挑戦をしようと思ったわけですよね。そうですね、ずっと小学校5年生の時に競泳という形で水泳をしてまして、もうほとんど6年生中学校でもアジアエイジグループでもう優勝したし、そこからずっとほとんど日本での1、2っていう形でいてたんですけども、まあ60のちょうど手前に娘に来年年明けたら、まあ、3月生まれなんですけど、お母さん赤い帽子と赤いちゃんちゃんこを着て写真撮らなくちゃねって言った時に、へってなって、私60歳ってなった時にあと何年生きるんだろうって、倍は生きられるかなって思った時に、んって首をかしげて、じゃあ90か、まあ、90までは生きれるかなって思いながら、でも元気かなって思った時に、15年は絶対大丈夫だって思った時に、あれなんか忘れてることがあるって言った時にですね、やっぱり私が19の時、大学の時に同い年の大貫妙子さん、一緒に水泳と仲間なんですけど、ドーバーを挑戦して、その時はダメだったんですけど、何年かこう後に成功したっていうのを聞いてるんですね。なので私もやってみたいなってずっとそう思ってたので、まあ今からでも遅くないなと思って、ちょっとこう今パソコンの時代に検索をしたら、世界には7つの海峡があると、で日本にもその一つがあったので、その場ですぐ申し込みをしました。そしたらその時にもう要するに4年も前なんですけど、86番目をいただいたんですけど、いまだにコロナがあっていまだに来ません。で年齢ばっかりが済んでいってしまうので、じゃあ世界は7つあったので、どうやって申し込みをしたらいいのかなっていう、ずっと検索しながら申し込みをして、7つの海峡にチャレンジすることにしたんです。7つの海峡にそのチャレンジするときに、だいたい平均的に1回につき何キロぐらい泳ぐ？30キロです。30キロ。そして日焼けがねやっぱり怖いということで、夜から朝まで泳ぎ続けるわけですよね。そうですね、すごいね、本当にすごいと思うんですよ、ね、絶対船には触っていけないし、上がってはいけないし、本当にラッコのように、もしくは立ち泳ぎしたまま栄養補給というか、自分が作ったドリンクだけを飲んで、うん、もう、まあ、変な話トイレも海の中、もちろんそういう形で上がることは一切できず、延々と島から島までとか、スタートからゴールまで必ず泳ぎ続けなきゃいけない。そしてその波が後ろからね来てくれればいいですけど、前から来た場合 1.5 倍ぐらいかかるそうですけど。そうですね、ね、後ろから波が皆さん海に入って後ろから波が来た場合は楽に泳げるんですけど、こう自分のボディーサーフィンじゃないですけど、波に乗っていけるんですけど、前から来た場合は必死に泳ぎます。で30何キロの 1.5 倍ですから45キロ、もうすごいことですよね。距離数はこう島と島、島もしくはスタート後の直線コースで測られてるんですけど、実際波はこうやって来てますから、うにゃ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 って泳ぐので 1.5 倍って言われてます。で今年7月にねカタリナ海峡に挑戦されたわけなんですけど、夜の海だからこう明かりをつけると小魚が寄ってきて、その小魚を食べるために大きい魚、サメとかが寄ってくる危険性があるので、全くライトがなかったということで、ね、はい、そうです。ロサンゼルスからカタリナ島というか、ね、船で2時間半かけて行くんですけども、そこはまあ通常に行って、でここに島なんですけど、浜まで絶対船はつけないで手前で泊まって、でそれで浜までまず泳いでいく。皆さん海行くとこ V があるの分かりますね、うん、V を越えて、逆に浜から V を越えて
海側からブイを越えて、でそこで立つという状態で、であのカメラマンも一緒にいてくれたんですけど、フラッシュは焚いていけない、もうそのライトはつけていけない、で船からはしごをかけてくれた時に、あの数ゴーしろって言われた時に、スタートゴーって言われた時に、小魚がこのぞいたら、もううじゃうじゃ小魚がいて、もう足をつけただけで食べられてし、私の足がなくなるんじゃないかって、ドクターフィッシュみたいな、もう綺麗な魚、まあ海はそんな透明度は目標なんですけども、もうゴーグルして覗いて、うわってなって、そーっとバシッ、いつもバシャって入るタイプが、そーっと階段を降りて、で浜に向かって真っ暗まで、どこっていう感じでカヤッカーがいるので行きました。そのカヤックの方も明かりが全くないです。ないです。あのでもどこどっちに向いて泳いでいいか分かんない。そうです、あのカヤッカーの先にでカヤッカーがついてくれて、うん、一応浜は向こうだっていうことで、ブイがちょっと白いのがちょこちょこっと見えたので向こうだっていうことで泳ぎ始めました。その真っ暗な海を泳ぐってどんな感じなんですかね。あまりその恐怖はないんです、自分の中に。海には変わりないし、あの水で波も来るし、ただあの顔を上げても下を向いてても真っ暗、真っ暗の中をひたすらものすごい精神力ですよね。その中になぜか知らないけどお月様が出てなかったのが超寂しくて、少しでも月明かりがあれば違うから、ないです、ないです。であのたまたまカタリナ海峡はあのスタートを2回、なぜかわからないんですけど、あの1回行って泳ぎでもうブイを越えてかなり行った時に戻れっていう指示があって出てって、でまた来た時に、でしかもあのキャップの上にここにピン、蛍光のピンを2回目泳いできた時に、まあ、小田さんがどこにいるか船から分かるようにするために、そうそうそう、ここに蛍光ピン、蛍光ピンを、うん、あのカヤッカーが立ち泳ぎでしてる時にこう一生懸命一生懸命つけて必死になって立ち泳ぎをして、で蛍光ピンをつけて、そこから本当にこう向こうのロスに向かって泳ぎ始めたっていう。何時間ぐらい泳いだ、もう その頃1時間ぐらいじゃないですか、ね、それで泳いでダメ、もう本当にそんなような状態で、結構水温がね低かったということで、はい、はい、うん、あのロサンゼルスで水温が、まあ、20度になりつつあるって想定して行ったんですけど、7月の5日から逆に下がりました。寒いは暗いはで、もうほとんど修行のようなねえ。でまあ、途中でそのキャプテンと言われる船のね、はい、キャプテンが小田さんがちょっと苦しそうだったからということで、これ以上続行するのはというと、それはどのあたり、だいたい何時間ぐらいですかね。何時間だか、うん、もう本当に2時間ぐらいですか、あの、うん、17度ぐらいしかなくって、で私もともと競泳なので海の泳ぎではなくって、あのどっちかったら呼吸の位置があの高くなくて低いんですね、うん、で外から見てるとやっぱりこうあの呼吸をしてないんじゃないかってキャプテンがすごい心配して、呼吸ができてないんじゃないかってキャプテンが言ってて、ただ そのあたりになるともう吐くんですね、やっぱりこうあの冷えてくると、あの胃の中のもん入ったらやっぱりそんなの繰り返してて、30分ぐらい吐き続けて泳いでたんですけど、あのまあ、吐き続けて泳ぐ選手はいないらしいんですけどそれもすごいですよね吐き続けて泳ぐで、あの私はもう船に乗ってないので、船にはこう英語ができるちょっと通訳的なとかサポーターがいたんですけど、もう全然泳ぐ気もう、あの、ま、もう泳ぐ気満々だったので、うん、あの吐いた後もあのジンジャーガムを食べろと、うん、数は吐いてるから気持ちが悪いんだろうと英語で言われて、うん、ジンジャーガムを食べたら治るぞって と収まるって吐き気が、だからジンジャーガムを渡すからって、初めはノーって一回答え、ジンジャーガム妙にないよ、やだとか思って出たんですけど、やっぱり吐いてるから一回食べろって向こうが言ってくる、うん、アドバイスを受けてから、そのジンジャーガムを食べたら喉が焼けて、うわ向こうのジンジャーガムは桁が違くて、うわーってなって水を見たけど水ないし、まあとりあえずそれで抑えながらしばらく泳いで、今度はあの船に向かってあの蜂蜜レモンって日本語で一応ドリンクはこう用意していくんですよ、うん、こう
って1個2個3個って自分で蜂蜜レモン入れたやつとか何々入れたやつとかこう決めてて、そこにこうあの温かいウォーターを足してもらって、冷たいのやっぱきついので、そのこのぐらいちょっとそこに温かいお湯を足してもらって飲むっていう風にしてるので、でそうこうしてるんですけど、やっぱりあの後から聞いたんですけども、キャプテンが見てられなかったって。だから結局キャプテンが止めさせたわけで、小田さんとしては続けたかったわけですよね。そうですね、その辺のコミュニケーションがね、あの本当にもう情けないんですけど、やっぱりあの頭の中で右と左が分かれてて、日本語と英語が、あの合体してなくって、いちいち言うのに、あレフト、うん、あライト、うん、2メートル離れる、2メートルかとか、なんかこう頭の中でどこにパドルがぶつかる、パドルでぶつかるからもっと向こうに行けとか、英語でもうちょっと離れろとか、もうちょっと前に出てくれとか、そういうの全部英語で言われるんですけど、一瞬そのこう集中してるのが、うんってこう、それを自分の中で解読してるんですね。泳ぎながらの解読って初めてだったので、あのそれがこうやっぱりどっかでこう途切れる、集中が何ていうか途切れる、でそれが分からないと一瞬止まって立ち泳ぎをして「あなさん」ってこうもう一回あの何を言ったのかっていうことをカラッカーに聞いてる自分、そうそう、黙々と泳ぐんじゃなくて、もうカラッカーにこう尋ねて、でまたこう行ってっていう繰り返しがあって。大変普通の人では挑戦できない大変過酷な、ね、考えただけでもクラゲは来るでしょうし、もちろんサメも来るし、危険な中を泳ぐわけですよね。今回はそのサメよけの枠はないですね。もうだから夜から泳ぐのでライトとかは一切つけないで、何が来るかわからないからって、どんな何が来るかわからないって怖いじゃないですかね。一応ロサンゼルスに向かっていくわけですから、やっぱりあのサーファーの人もカパッてやれるような時も時々出るので、そういうことはあのやめてくれっていうことで、もう本当に真っ暗い中で、どこに私がいて、何どこに向かっていくんだっていうのが、やっぱりその分からないっていうのがすごくあって、あのよく熊野でもあのここに来て6月そのために夜も泳ぎ練習したんですけど、やっぱり昼間のうちに浜を何度か泳いで、ここからだったら入れるなとか、ここまでは泳げるなっていうのを私自身が確認をしてたんですね。だから天魚座さんから7時ぐらいに日が落ちかけた時に、じゃあ行ってきますって言って晩の7時ぐらいに出てって、ちょっと薄暗くなった頃に浜に立って、落ちてきたなって言ったら入ってて、でここは泳げるとこだなと思うので帰ってくるので、その恐怖心とかそういうのはもちろんもともとないんですけれども、そういう繰り返しをしたんですけども、やっぱりそれは甘かったと、もうそんなもんじゃなかったっていうのが本当にあって、もういろんな意味でやっぱり海外の挑戦っていうのは、自分が栄力があってもいろんな部分が加味した時に、その栄力が10のうち8、9あったとしても、他のものがやっぱりこうスタッフであったり、自分のその訴える英語の能力であったり、そういうものが全てとは言いませんけども、やっぱり半分以上ないと最後のゴールというところまでなかなか難しいっていうのが、すっごく今回あの、高いお金をロサンゼルスまで行って、それが初めて分かったから、なおかつやっぱりこうなんていうんですかね、あのもう一度あの本当にあのいろんな意味で勉強させてもらったので、挑戦しようかなと思ってます。今度はどこに挑戦？ハワイですね。41.7キロハワイのカウイカ。41.7キロ。もう考えられないですけども、何月でしょうか。一応あのロサンゼルスで数は一番いい時期に泳ぎなさいって、体も小さいしあのよくない、いろんなアドバイスをいただいて、あのできたらカヤッカーもあのハワイだったら日本語が話せるカヤッカーが、日本語が通じるカヤッカーがいると、だからそういう人をやっぱりあの推薦するからいるよって頼りなさいって、それだったら泳ぎ切れるんじゃないかって言われたので、もうそういうのも事前に全部準備をして、
あの4月の中旬から5月に今、本当は10月だったんですけど体力的にもあれなので よくなかったので申請をし直してます。あのハワイって波結構あるんじゃないかと思うんですけど、4月5月もやっぱりハワイはあのウェーブが、はい、サーフィンのメッカで泳ぐ島からあのカウイから行くんですけども、やっぱり最後やっぱりすっごい波の高いとこなんです。でハワイは2メートルから3メートルの波が来てあのダブルの波が来るんです。皆さん分かってる、あのサーフィンしてる時にここずーっとこうサーファーがこうトンネルをねずーってとこのぐらいの波が来るところで、もうそこを、どういうんですかね、高い波をいかにその沖に行けばでもやっぱり波がぴょんぴょんあるんですけど、あのいかにこう超えるかっていうことを、最後のゴールがやっぱり引きが強いので、あの今日もちょっと朝あの泳いできたんです。満潮なので引きが強いとこは戻されるんですね。あの足がつくとこでも前に行けなくって、もう戻される、引き戻されるっていう、だからすごいあの栄力がいるし、そこはもう本当にあのどうやって自分がこれから本当に高い波に対してどうやって泳いでいくかな。あの巻き込まれた場合上と下が分かんなくなるってちょっと聞いたことあるんですけど、はい、それ怖いですよね、どっちが上か分かんないって。あ、もう今日それ一瞬くるって回ったので、最後波がきつかったので、うん、くるって反転したので、もうこうやってじっとしてポコッと、あのもうあの巻き込まれたらブワーって動くと、あの一気に塩水飲むんです。あ、そうするとってなって呼吸ができなくなって、まず次に波が来るので、もうじーっとしてるんです、暴れないで。でじーっとして体がふって浮いた時に、あ、上だっていうのが分かるので、で上がる。あの宇田さんがこうやってね、あの64歳にしてこんだけのね挑戦をされるってことは、私たちからしたら本当にね人々に勇気を与えると思うんですよね。で64ぐらいになってくると、もう皆さんも人生終わったと思ってね、もう本当にあの死ぬ準備をしようかとか、なんかあの遺言を書こうかとかっていうことを考えることが多いんですけども、この挑戦する姿が皆さんに勇気を与えると思って、私はあなたの夢は私の夢というね、あの文句を入れてその歌を作ったわけなんです。で今回その小田さんが挑戦されるってことは莫大なお金がかかるわけです。それを彼女一人で背負うわけにはいかない。なんとかしてですね、皆さんの本当に支援の輪を広げていただいて、こんなチャレンジをしている人がいるので、ぜひ応援をしていただきたいなって思っております。で CD もね、もちろんあの購入していただいて、あのまたカンパも寄せていただいて、皆さんで応援して本当に私の夢を叶えてくれる人ということでね、皆さんの支援をどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう感謝を熊野の海でね、これからどんどん訓練されると思うので、私はもう毎月会えるのが嬉しくて本当にね仲良くなったちっちさんって、ちっちゃいからちっちさんっていうね、はい、ちっちさん本当に今日はありがとうございました。7つ